は八時半を回りました。宅建節今宵もお届けするのはこの方です。こんばんは。店長です、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> えっと、今週なんですけど、ぶっちゃけ喋ることがないんですよ。<laughs> <laughs> そう、今日いろいろ道中で、<laughs> はい、そう、何喋ろうかなと思って。んなんか考えてて、ないなと思ったから。 ちょっと近況を話そうかなと思って、はい、店長の,最近のそうそうお、はい、<laughs> 話そうかなと思って、うん、ちょっと前にバックナンバーのねっと沖縄のアリーナツアーの、はい、えーっと抽選結果が出て,てでそれを見事なんだろう当選してておおはいマナミさん B ファーストってわかります台湾なんですよ今回 B ファーストってでもなんかちょっと聞いたことあるような自分もわからないですね、はい、だから男性女性 かわかります。そうなんです。わかんないです。ああ、で自分全然わかんないですよ。全く調べてもないんですよ。逆になんかバックナンバーだけでいいなっていうこんなこと言ったらダメですね。電波に乗っけたら。って思ったんですけど、それをちょっと楽しんでこようかな。でまたなんかなんだろう、えっとこの清水伊織さんの世界観をちょっと参考にしながら、今後のタケ節は全然関係ないんですけど、まあその恋愛にまつわるなんだろうこの。 人の考え方とか思い方とか、うん、まあ感性的なものをやっぱ局からまた組み取っていきながらちょっとそれを自分がまあどっか飲み屋さんとか行って、うん、で実体験やってそれでどうだったっていうのをまたやりたいなと思ってはいるんですけど,、うん、<laughs> ど <laughs> 今ちょっと熱がそこじゃなくて、はい、今ちょっと四角四角してるから<ー>もうどうしても宅研ばっかやってるんで、はい、あんまりなんかそういう暇はないんですけど。 まあ、バックナンバーのそれが11月の自分11月の30最後の時なんですよ。うん、沖縄公演が11月の30と12月の1日、はい、1> で、えー、っと<ー> 1> アリーナ沖縄アリーナの2日間の公演なんでそれの頃にはもう卓球も終わってるはずなんで、はい、久しぶりに。っ, <laughs> <laughs> っていうのが1点と、はい、1> であと1点が今まあ 今年はどうしても撮りたいなったっをって思ってのん間ってなんかとっても大事なんですよ、うん、で自分よく終わってっ、はい、仕事終わって、うん、で、まあ、会社で一人でいるんで、うん、その時になんだろう、えー、っと本読んだりとか、うん、YouTube 見ながらなんかほ教材開いて、うん、で頭の中に詰め込んでってやるんですけど、うん、なんか会社だと。 仕事の,だろうこのスイッチが切れてないんすね若干。でなんか会社にいると気になって「そういえばあの処理やってたっけ?」とかってなってなんか集中できないからその空間作りを家でやろうと思ってで部屋の一つをえっとまあなんだろうな全部今。 皿の状態にしてベッドだけ残して皿、はい、の状態にしてコンセプトを、うん、なんか癒しの空間癒しの空間っていうか <laughs>、はい、なんだろうくつろぎの空間リラックスみたいな感じですかそ,そんな感じのイメージで揃えようと思ってて、はい、で今ベッドはもう固定なんでこのベッドはあのばあちゃんのこの形見だから、うん、これだけはちょっと捨てきれなくて<ー>これは置いてるんですけどあと全部捨てて。 って何がいいのかなと思って。うん、癒しの空間って、丸、ま、山さん。うんはい、何をイメージします。なんか、顔もなんか。意外に難しいんですよ。癒しの空間で言ったら。うん、あの、アロマの、あの、フューって出てくるやつあ。匂い。匂いのやつ。そう、そう、そう。あれ、あれですかね。<ー>なんか、あれ、しかもあれがパって思い浮かびました。はいはい、私もあれ、置きたいなって思いつつ、まだ。ないんですけど。これは、テーブルに置くんですか。テーブル、あ、テーブル。 どんなのが必要ですかです、ね、テーブル,テーブルソファー、はい、ベッド、うん、で普通のこんな,なんだろう、まあ、ちょっとラジオでは伝わんないんですけど、はい、椅子があるじゃないですか、はい、椅子とか。うん の中で何必要だと思いますあんまりなんかあれこれあれこれあんまり多すぎてもあれですよね勉強するためにテーブルちょっとなんか長めのテーブル壁にくっつけてこんなこと言ったらこですねすいませんラジオで壁にくっつけた細長いカウンター的なテーブルを置いてそれをその空間その一部だけはちゃんと勉強できる空間。 あと疲れた時になんかちょっと怠けたいなって思った時にちょっとごろんとできるようなイメージの空間作りただなんかあれこれテーブル置いて椅子置いてソファを置いてベッド置いてってなったらごちゃごちゃしてて足の踏み場がなくなりそうなんで今度は今度はんか丸見さんが言うこのアロマ一つ置くにしても地べたに置けないじゃないですかそうですねってなった時に多分テーブルとかでもテーブルってね 円卓のテーブルに真ん中に置くのもなんか嫌くないですか？うん。ああなんかそうですね。棚の上とか。棚の上。棚,棚上ってあります、ね。違いますよね。うん、なんか本棚も置きたいなと思うんですけど、はい、本棚置いて何かも置くと本当にごちゃごちゃしてて、はいうん、何をテーマに作ったんだっていう感じになりそうだから、<ー>それをそれでちょっとシンプルにこれとこれとこれ。はい うん、ぐらいのなんか3つぐらいのキーワードを置いて、はい、その3つのこの家具に合わせたなんか、うん、細かいものの組み合わせで作っていきたいなって思って最近悩んでたんで、はい、前回の放送で「金、うん、ひで三栄二鳥」のこここののが出てきたたここだったんですよ最近今家具屋行ってるんでい<ー>そうだからいろいろちょこちょこ見るんですけど今高いっすよね。 高いです、ね、今んかソファーを2つとテーブル1つ揃えるのにもうこれだけで8万するんですよ。っんかかかかそだら金ける まあ金かけてそれになんか合う,なんていうかな効果が出る、まあ、例えばなんかちゃんと勉強ができる空間が作れるとか,、はい、なんかそういうなんかちょっと本当に体を休められる空間を作れるんだったらそれぐらいかける価値もあるなって思うんですけど、うん、ただなんか漠然になんかこれとこれとこれって言って買って揃えてやると、はいな,うん、なんかもったいないじゃないですか。うん、でこれを思ったのがあれなんですよ。あのー、ちょっと話が脱線すするんですけど、はい 堺堺正明でした、はいうん、この方の、えっと、おうちが、えっと、どこだったかな外国でめちゃくちゃすごいなんか家具を売っている、うん、このお店があって、うん、でそこに行ってで何家具を全部ここで選ぶんですよ。うん、ここででで選んで、うんでその家家具に合わせたたを作ったんですだから全部この家具に合わせて全部ぴったりこのなんか部屋の寸法が取られてるんですよ。 はあ、らしいですあなんかそういう話をしてたんですけど<ー>あこれ聞いてあすごいなと思って。えー なんかだからそこが一つヒントになってて、なんかなんか家具を先にある程度こことこの家具三つは決めといて、うん。でそっからなんか選びたいなみたいなのをってるんですけど、まあ一回この話しててもしゃないですね。なんでこんな話でこんなに喋ってるんだろう。あ、じゃそれはいいっすね。あとすみません、えっといつもの宅建武士に戻しましょうね。何の話をこんないいに喋ってるのかなと思って。万外変ですね。そうですね。そうえっとですね。 と前回の、うんえっと、会話で、はい、えっと最後にエンディングの方でマナミさんと話した会話の弾むデートと、うん、あとデートプランが最高なデートどっちがいいですか、はい、で会話ってやっぱ選んでくれてて、うんはい、でやっぱなんだろうな、あのー、恋愛していく中で一番重要なのって、うん、会話 なんんだと思うんですよ、うんはい、でそれが多分一番重要でそれが重要じゃなかったら自分も特にラジオやめてるんですけど、うん、<laughs> 多分おそらくそれが一番重要なんですよ。はいうん、でやっぱラジオもやっぱ会話を鍛えるで自分の引き出しを増やすっていう意味では、うん、とってもなんかいいなんだろうなあの空間っていうかあれなんで、うん、自分もずっとこうなんか勉強させてもらいながら続けてるっていうようなイメージなんですけど。うん、この 会話ってなんか、うん、えっと男性同士、まあ、友達同士でする会話ってすごく簡単だと思うんですよ共通してる話題があるんでその人柄も知りながらのなんか,喋り口調とかあるじゃないですか、はい、ちょっとふざけた喋り口調とか、うん、冗談で怒ってる喋り口調とか、はいうん、それはなんかお互いを知ってのなんだろうな喋り口調だったり雰囲気だったり、うん、言葉選びじゃないですか。初対面の異性 まあ恋愛の場でなると、うん、なんだろうなどんなのがいいのかなっていう一番最初のこの会話か多分前にも話したと思うんですけど、うん、この会話の最初の入り口っていうのが一番難しくて、うん、そこを極められると、うん、いろんな人に話しかけれるのかなって思うんですけどまなみんさんのこのなんか話してて、うん、あこの感じがいいなって っていう喋り口調ってどんな感じですか。うん、まずテンポ。テンポ。ンポああテンポはそんなに早くなければ一応大丈夫です。んなんかマシンガントークみたい <laughs> なわー今のこんな感じですね。そうっすよね。でもあんまりゆっくりすぎるのはどうなんですか。ゆっくりすぎゆっくりすぎる。 でもいないんですよね。f ウィンギのワンに山内さんもキャンさんも会話もテンポとしてはゆっくりではないですよね。はい、あのゆっくりではないですね。ゆっくりではないですよね。うん、ゆっくりでもオッケーな人ですか。じゃゆっくりでも一応私は大丈夫ですけど、黙、ま、黙られたら困る。<laughs> たまにいるじゃないですか。なんか話しかけてもなんか、うん、はい終わりみたいななんか、ね、なんていうんですか。そ、うん、こ,こから一切広がらないみたいな。<laughs> <laughs> なんかそ,それでなければ一応ゆっくりでもまあ大丈夫ですね。っと、うん、ゆっくりすぎる今パッてゆっっくりでめっちゃ思い出したんですけど、うん、前の職場で一応いたんですよはい、はい、後輩に当たる男の子で、はい、めっちゃゆっくりしゃべるテレビとかで有名なあのカメラマンがいたじゃないですかめっちゃゆっくりしゃべる人。 あのさ、いいたんですけど、戦場のカメラマンみたいなあ、あんな感じ並みにゆっくり喋るって言たんですけど、一応なんか聞けはするけど、なんかちょっとうんみたいな。やっぱ弾まないんすか。これが弾みはしないかもしれないですね。あ、じゃあ普通ぐらいのテンポがいいんですか。らやっぱ普通、うん、その普通前後じゃないですか。普通前後。まあそれより多少まあ早くてもいいし、多少ゆっくりでもいいけど。 ちょっと行き過ぎるとみたいな。うん確かに。はいはい。っていうとこですかね。トーンは。トーン。声のトーンのじゃないですか。声のトーン。なんか。ああなんかなんだろう。普通に今店長がこう喋ってるのはラジオに合わせた声のトーンなんですよ。なんだろうちょっとなんだろうあの楽しんで話してますよっていうイメージのトーンで。 普通に仕事終わるじゃないですかで疲れてお母さんに電話お母さんに電話ってしばらくお母さんに電話したことないか分かんないですけど疲れて日常的にいる存在の人に電話する時の口調って声低いじゃないですかもう力抜いてると思うんがあるじゃないですか。 あのそのトーンで話しかけられて会話できますか嫌くないですかそのトーン <laughs> それはなるべくそうじゃない方がいいですよねやっぱいいですよね、うん、だからこのトーンも多分感じ方によって確かに低くはない方がいいですね低くはない方がいいですよねに関しては毎日なんか高い方がいいうん,うん、うん、でもかといって毎日今の店長みたいなこれんだろうな <laughs> ちょっとあの明るい感じなテンポで喋られても、はいうん、それはそれでなんか 疲れるではないけどそのんかちょっと力入っちゃうみたいな感じですかね合わさないといけないっていう感じで力が入ると思うんですよ。ってなるとやっぱ疲れるじゃないですか居心地の良さで言うとそこもなしじゃないですかうんそうですね毎回そうなるとってなるとあれですよねうん私んか最初の初対面の印象だとそのんてうんですかそうやってどちらかというとそういう元気系の感じで トーンでくると、ちょっとびっくりするじゃないですか。この初対面だったなんか、<laughs> ん<笑><笑>みたいな。店長くらいだったらまだ大丈夫かもしれないけど、たまにいるじゃないですか。もっと行く人、もっと上回る人、うん。うんうん、<laughs> これ以上のテンシンの人います？<laughs> <laughs> たまにいますよなんか、おおみたいな。ってなったらちょっとなんかまずおおって。 ちょっと後ろに引くような,なんかおお」ってなるじゃないですか。でそこで引いてしまうんですかで,でそこで、うんまあ、とりあえず話合わせるけどさっき言ってたみたいにそれが毎回 <laughs> 続くってなったらちょっとなん,か、まあ、なんかそうっすよ、ね、そう,そ,うそこにやっぱ合,合わさなきゃみたいな感じ合わさなきゃになったり、うん、合わせられなかったらなんかちょっとそううんじゃあやっぱこういのってやっぱそういうなんかんそんななんだろうな 無理してない普通の感じ普通よりかちょっと明るいぐらいですか？うんなんかわからないんですよあまあ今もうちょっとあれだったじゃないですかこの入ってくるまでにちょっと会話があったじゃないですかテンションがわかんないんですよわかりますこのこの入ってくるときに初対面の女性とか男性だったらなんとなくこの人の雰囲気見て一番いいのはだから自分あの寮さんみたいな感じでなんか うん、こうちょっと明るい感じだったら、はい、それに合わせて自分も話できるんですけど、はい、なんかちょっとやっぱキャラクターが少し暗いなって思う人と会話するのもちょっと苦手だからなんかそのこのトーンそ,れ、はい、そういう時はどのトーンから始めるんですか <laughs> あんま関わで一応なんかあのー、なんだろうちょっと振って相手の出方を見て乗ってこれば声のトーンを上げますけど、うん、乗ってこないんだったらあ、はい、もう何か いなかったぐらいの感じでトーンを消してその場から去りますね。気まずいじゃないですか。ねなんかこのトーンって初対面でなんか重要だなって思ってなんか今のこのこの一つのこのシチュエーションに関してもやっぱなんかこのトーンで合ってるかなってちょっと思ったんですね。 あんまりなんかそれをなんかトーンを下げすぎたら下げすぎたでなんかこの人しらけてるみたいな感じになるし上げすぎたら上げすぎたでなんかこの人大丈夫って思れそうじゃないですかでもとりあえず笑ってれば大丈夫じゃないですかなんていうんですかねこの笑顔風のトーンでいけばそうですよねでなんかずっと笑ってても頭おかしいしってね <laughs> そうだからなんか難しいんですよ<ー>な当たり障りのないなんか会話と話す内容にもよると思うんですけどそうです、ね、話す内容によってもに、うん、トーンを変えないといけないと思うんですけどでも私もなんか初対面の人と話す時とか、はい、私も割と多分距離,距離感がめっちゃ遠いところからこう近づいていくのに時間がかかるタイプなんですけど、うん、でもその近づいていく時のなんか、はい きっっっかけってやっぱ共通点とかがあったときに一応共通点あったりしたらちょっとテンション上がるじゃないですか多分そのテンション上がるのは多分少なからずちょっと声色とかその声のトーンで出てるんじゃないかなって一応自分でも思うんですよ。初対面の人でも例えば地元が一緒だったとかなんか「あの人知ってます」とかってなった時にちょっと上がるじゃないですか。かあの感じが 相手からも見られたらちょっとなんかおうってなるかもしれないですね。ああ、うん、やっぱこれ難しいですね。うん、最初最初あれでも大丈夫じゃないですか。このちょっと会話 <laughs> ちょっと会話する中で、ああ、で共通点があればなんかこの声のトーンも上がるんですけど、共通点とか共感とか、うん、なもない状態で、なんも共通してない状態で喋るってなったら、うん、の声のトーンも。 まあ、あんまり下げきりもしないしあんまり上げきりもしないし、うん、で喋る内容も、うん、多分全部疑問系っていうか、うんまあ、何ですかから始まって、うん、そこからなんか一つのものについての話になってくるじゃないですか、うん、おなんかどのテンションで喋ればいいのかなって思うし、はい、女性からしてなんか嫌じゃないなって思う雰囲気、うんうん、もうわからないんですよ。うん、なんかパッて 例えばじゃあ自分が知らないとするじゃないですかでまなみんさんに、まあ、さっきのあんな感じでパなんか一声、二声かけるじゃないですか。はいはい、で一番、なんかなんだろう癒さない感じ、うんうん、例えば明るく声かけられるのと、うん、普通のトーンでこれ何ですかって聞かれるのと,、うんうん、となんかめっちゃなんかゆっくりなトーンで <laughs> あトイレどこですかみたいな。トイレ いろんなパターンがあると思うんですけど一番ベターっていうか当たり障りのない感じってやっぱちょっと明るい感じちょい明るめくらいですかね。でその後の会話ってつなぎにくいじゃないですか女性会話を聞いてほしいっていうじゃないですか男性に。じゃ例えばですよ例えば今のこのラジオ番組今話してるじゃないですか。さんの あの話、うん、自分何でも聞きますよっていう姿勢で来られると喋れないですよね、うんうん、<laughs> 確かに何か何でも聞きますよさあどうぞみたいな感じで来たら喋れないですけどおうおうな,、ね、なんかうまいうまうまい感じでこう<ー>探,探るというか質問してくれる人がいるじゃないですかうん、うん、でもそそこから質問攻めすぎてもダメなんですよね。 うん、やっぱり山口さんだからそういう意味で上手なんですよね。はあ、なんか引っ張り出しあなんだろうだから女性の女性が会話してるのをちょうど気持ちいいなって思わすぐらいのテンポの良さとなんか話題の引き出し方、うんうん、自分どっちかといえば興味がある女性はもう質問か、はい、質問するんですか例例えば例えば例えばですけど 例えば初対面ででるじゃないすかそうなった時にまず「出身どこですか?」なんですよ「ベタなのでいいんですよ最初の入りは」で「出身どこですか?」でそこから徐々に徐々になんかそのまあ地域のなんかあれがあるじゃないですか例えばじゃあ「ギモアンです」ってなったら「じゃあタコライス美味しいですよね」からなんかそこから話していって「じゃあご飯ってよくどこにに行くんでですすかううううまいねここのつなぎそそそどに行くんですか?」とか。 何だろうもしなんかこんなって何だろうデートで誘われた時にノ乃湾で誘われた時に行きたい場所っていうかそういうんか雰囲気が良さげなお店とかってどこですかみたいななんか遠回しににおわすんすよね味がありますよみたいなそうだかこういう質問攻めをしてるから多分ミンさんが初対面で。 自分と接してたら、ちょっと引くと思うんですよ。あ、なんか、なんですかね、あの、変な押しではないけど。質問してくるなみたいな。で、何を聞きたいんだろう。多分。なんか。あんま、女性って、最初に自分のなんか。こう、あれこれを聞かれるのも嫌じゃないですか。それを直で聞いてくるから、自分。だから、多分嫌なんですよ。嫌なんですけど、でも、会話の、なんか、会話上。それも答えないといけないし。ってなるんで。 自分下手くそだな。山内さんのを見てると、うん、なんかマークああそっかあかどうでもがいい山内さんはどんな感じで着てたんですかね。山内さんの場合は一個テーマを投げるんですよ。はいうん、でマナミンさんがそれ答えるじゃないですか。うんはい、でこの答えた内容をさらに持ち上げるんですよ。だから要は例えば、うん りんごとブドウどっちが好きですかって話するじゃないですかで愛咲さんが「ブドウって言うじゃないですかしたらブドウの良さを言うんですよ山内さんはでみんさんもこれ選んでるからこれに対するキーワードは持ってるじゃないですか自分ででそれに乗っかってくるんですよみんさんでそれを「うんそうだねそうだね」って聞いてたら多分自然と気持ちよく喋ってるんですねこれを多分何だろう女性の会話を聞くってこういう意味じゃないかなって思うんですけど なんかどんなイメージです例えばさっきのタコライスの話で言ったらじゃあその店長がその女性に、はい、じゃ出身聞いて「イノ日ンって言って、はいあ「タコライスなんとかですよね」って言って「はい、タコライスの何が好きなんですか?」みたいな <laughs> そんな感じですか。相手に 儀乃湾のおすすめのじゃ場所はどこですかって聞いてうん、うん、で相手がじゃ例えばトロピーとかって言ったら、うん、えトロピーのどこがいいんですかみたいななんかそんな感じってことですかうんうん<ー>そんな感じでなんか話自分の場合はそうですようん、うん、自分の場合はそうなんですけど、はい、山本さんの場合はなんかそれをまなみさんが出した答えをさらになんか、うん、なんだろうなあの喋、ー、りやすくしやすいようにこの良さを言うんですよ。うん 自分の場合はスポット、はい、好きなスポットを聞いてるだけじゃないですか？で、自分の中で頭の中でインプットするんですよ。うん、あ、この女性とデートするんだったら、ここ行こうこっていうので会話してるからうん、うん、<laughs> ここがいいよね。って膨らまさないんですよ。だから女性の女性がここについて喋りたいなって思っても、自分の場合はそこを深掘りしないから。 多分気持ちよく喋れてないですねでも分かるんですけどこの限られたあと1時間2時間で帰るかもしれないっていうこの空間でどんだけ情報を聞くのがい勝負だからだから次から次へとでも喋りながら会話しながら次何聞こうで次はこのテーマ振ってここでちょっと話つなげようとかって喋りながらやるからたまに今何喋ってたんだっけってたまに思うんですね。 そうそうこの女性の多分この話を聞いてくれる人って山本さんみたいな感じだと思うんですねどうなんですかマレミさんこの聞いてくれる人って漠然としすぎててさっき言うみたいにはいマレミさん今日一日中全部喋ってくださいいいですよって振られても喋れないじゃないですかですよねあそっかあでもそうですねやっぱりさっきの店長が言ったみたいにじゃあ私が あの出した答えに対して興味を持ってくれるみたいない例えば最近あ、うん、そうですねうん。 出来事あったって言われてじゃあ私が例えばハムスターを買ったって言ったとしたらなんかふーんで終わる人とえなんでハムスター買ったのとかなんかハムスター可愛いよねとかって言ってくれる人って違うじゃないですか。うん。で湯の男性で大概あのハムスター買ったってさフーんで終わりますよね。全然そんなもんじゃないですか。それじゃ膨らまさないですよね。おお。なそこなんですよ。多分だから持てる男性って多分そこの膨らます方。興味持ってくれるところじゃないですかやっぱ。よね。 でもわからないものはわからないんじゃないですか？<laughs> でなってくると、じゃあ例えば、うん、ハムスター買ったんだよね。ってなるじゃないですか。<laughs> うん、で、ハムスター買って。うん 何が楽しいみたいな、<laughs> 何が楽しいっていうかなんかそうなんて変な言い方じゃなくて、<laughs> うんはい、かハムスターかってどう変わったのみたいな、<ー>そういう質問すればいいあ,あ,あそれでもいいと思いますよ。<ー>うん、なんか変に話変えようとする人とか。それ <laughs> <laughs> でもハムスターでずっと話続ききれないですからね。<laughs> <laughs> <かに> <laughs> ハムスターからうまくちょっとてって。<laughs> すね、<laughs> <laughs> はいお時間です。何の話してたんですかね。<laughs>